ようこそ唯一いただきなり。 人よ、限ろえ。新たなる世を作ってみせよ。世もまた一人の浪人として存分に楽しむとしよう。人外の森人ごときが笑わせる。たかが物見で世を制すると思うてか。ではいかがなさるおつもりで。 愚かしき帝の御、カドに打ち伏せてくれようぞ。光秀、兵をまとめよ。遅きは許さぬ。それはいささかもったいないかと思いますが、あれだけの大元宗豪、いかほどのものか感じてみては。それもまたしかりか。 ならば光秀、所詮にふさわしきを見繕ってみせい。<笑>お任せよ。この上もなく美味な二重、見事見定めてみせましょう。 次元とは、兵法とは。戦への探求は尽きることがなかねえ。おいが鬼で、おまはんは桃太郎、遠慮はいらんど。誰だてめえ。俺が殺す薩摩の番人じゃ。いつどこにおいてでも。 悲願の堅武器、これあるのみぞ。逃げろ。助けてくれ。ナンバーシャット、薩摩隼人が逃げんじゃなか。 戦にあやからせていただきたく。怖い怖い、無理無理。お家に帰して。どうも戻ってきたとね。まずはゆっくり休むがよか。へい。どけどけ。俺の逃げ道を開けろ。その程度、言ってくだされば私は処理しました。<笑>始末様の戦下には、もうついていけないよ。情けなきゃ。おまはんらの臆病、棚にあげるんじゃなか。この戦どうせ負けたって。逃げる
ますよ。薩摩隼人は虎に勝って一人前よ。おまはんらも試すとよか。虎なら少しばかりいかつい猫だと思えばよいのだ。クソが、島津様に合わせる顔がねえ。俺なんか気にすんな。今のうちに行け。後ろ傷が不明よ。まあ普通はそうであろうな。兵法も剣も道理は同じじゃ。抜く前から勝負は決まってんぞ。闇に身を委ね、飲まれよ。マルメにも遠く及ばぬ歯応えさ。こんな時のために鍛えてきたんだ。逃げ足を。聞くしかないか。もはや陣なのほんのひとときの足止めに過ぎませぬな。物は良い。増せば増すほど愚くすまる。食らって進化版見せんね。島津という異形など今の老いにはもったいなか。老いはただの鬼、名もなき一匹の鬼じゃ。行け行け、進め進め。鬼島津よ、物の具は今。他に問わぬ。徳は鹿がを捨て、余のもとに下がれ。将棋、誰と組むと構わんちゃ構わんねえ。じゃが、やはりおもはんとだけはお断りよ。この道の果てに、まことのうつつが。完全世界のいずれにも世を制しうるものはなし。
光秀、貴様が選びしあの者々の甚だもろきは何事ぞ。敵陣の不甲斐なさを私のせいにされても困りますが、確かに私の非もありますね。どうかお許しを、信長子。はあ、次なる相手こそ静止外によりて選び、世を悪ばせること、目下大罪と心得よ。仰せのままに。勝家、あなたも手伝いなさい。あなたが進むべき城、私と共に選ぶのです。補佐が望みとあらば、しかと受けたまわりました。地下に誰かがいるみたいですが。あれれ、なんて思った。ま、迷子じゃ。豊臣を追われた砂人が今なお逃亡を続けているとだ。いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、わびすけ。沢山から妙に楽しそうな声が聞こえてきます。ほいっと。わっ、吹いてるね。遊んでる場合じゃないよ。天界様。信長様の気に当てられ、小物が右往左往しております。